WBC、WBO 統一スーパーバンタム級王者の井上直也、30、イコール大橋イコールの幼馴染で、元 J リーガーの山口誠也、29、イコール大橋イコールが30日、東京、後楽園ホールで加藤蓮、岐阜横関、とボクシングデビュー戦を行い1回2分43秒で快勝した。SC 相模原などでプレーした山口は力強いジャブで試合直後からリード。 最後は強烈なカウンターの右ストレートで加藤を前のめりに失神させる鮮烈な慶応デビューだった。直也からもジャブとワンツーと言われていて、勝利で手を挙げられた時は興奮しました。8月に入って右手首を剥離骨折していたことが判明。この日は左だけで戦い抜く覚悟を決めていたが、フィニッシュの瞬間は自然に右ストレートが出たという。サッカー時代から直也。 弟の WBA バンタム級王者、竹馬、大橋、と走り込みトレーニングを共にしており、直也の勧めでボクシングに転校した後はジムワークも一緒に行っている。負けたくないし、井上家と一緒に練習している以上は、そこは追求しないといけない。まずは来年の新人王を目指します、と、井上ファミリー、の新たな一員は決意を新たにしていた。